すごい。ね、ちょっと商品回しするとね、回すなって怒られるんでね。おー、今日はね、すき屋さんに来ております。こんな感じで始めてますよ。すき屋さん結構飲めますからね。あとグラスが可愛いのが好きです。そしてこんばんは、飲みすけ茶漆の勝負です。まずは乾杯ですね。視聴者様に乾杯。視聴者様に幸あれ。うわい、今日はね、すき屋さんに来ております。こんな感じで始めてますよ。すき屋さん結構飲めますからね。グラスが可愛いのが好きです。うん、柔らかくて美味しいね。結構工場で作って電子レンジするかパウチになってて湯煎するかどっちかやと思いますけどね。いやいや、十分うまいですね。十分おつまみになります。うん、この小鉢はね、80円で、季節によって内容が変わるということで、今回はひじきとたけのこだそうですね。うん、うん、うん、あ、歯ごたえがいいね。うん、うん、で、味が結構濃いですね。うん、味が濃いからおつまみになるなる。今日は一本でやめとこう思ったけど、ちょっと無理かな。思っとったのか。いいから揚げです。2個130円、安いよね。うん、うん、うまい。今日のね、目的なんですけど、ちょっと今からナレーションで説明入れますけど、2024年の版炭火焼きというのが発売されたということでやってきました。これね、まあ、大好きなんですよね。どうぞ。はい、それではね、すき屋さんの炭火焼き鳥丼2024の説明をしていきましょう。このシリーズがいつ始まったかは定かじゃないんですけども、私が YouTube を始めてからはこれで3回目の観測となりますね。では公式ニュースリリースです。炭火焼き鳥丼は炭火で焼き上げた香ばしい焼き鳥が自慢の商品です。柔らかくジューシーな桃、粗挽き食感のつくね、旨味が詰まった鶏皮をすき家特製の甘辛い醤油ダレに絡め、病みつきになる味わいに仕上げました。炭火の香ばしい香りと一緒に3種の焼き鳥の異なる食感もお楽しみください。うん、これは楽しみですね。では今年の商品ラインナップ見ていただきましょう。はい、2024年はご覧いただいている3種類になります。2023年との違いはマーラー系が消えましたね。マーラー系美味しかったけど、全体的には人気がなかったんでしょうかね。はい、価格をご確認ください。デフォルトの炭火焼き鳥丼は2023年は580円でしたので、10円アップになってますけども、今の事情から
鑑みると頑張ってくれてる方ですよね。最後に2023年マーラーマヨ炭火焼き鳥丼を見ていただきます。ご注文ありがとうございます。はい、先ほどね説明入ったと思いますけども、まあすき家の独自のタレと、もも肉、それからつくね、それから皮を混ぜ合わせたような焼き鳥丼になってるんですけどね、これね去年と同じで、もしあればね、まだ食べてないんで分かんないですけど、美味しいのは間違いないと思うんですよ。いただきます。あと針のりがいい仕事してるな。このね針のりがいい仕事してるんで、この焼き鳥丼のタレとご飯と針のりだけで、うまい。はい、まずはねもも肉見ていただきましょうね。適度な弾力に焼き鳥丼のタレが当たらんで絡んでうまいっす。私的にはね一番推しはつくねミンチっすね。あ、なんだろう、間違ってたらごめんなさいね。軟骨絡めてるのかな。美味しい、コリッとした感じでね。あとね、まあ世間の健康志向の市場調査を鑑みてということだと思うんだけど、割とね今少なめになってるんですね。これ鳥か分かります、これね、ここね丸印入れましょうかね。私は鶏皮ね、確かにカロリーは高いけど大好きです。うまっ、うまっ、この焼き鳥丼のタレうまいな。あの工藤山さじゃなくて、でも甘さはしっかりあるけど工藤山さじゃなくて美味しいですね。ごちそうさまでした。今回は2024年版すき家さんの炭火焼き鳥丼をご紹介いたしました。ここではっきり申し上げておきましょう、今年もおすすめでございます。ちょっと紹介漏れというかしてないので、炭火焼き鳥皿、ご飯とかなしでね、お皿に炭火焼きとに乗ってるのがあるんで、おつまみとしてもいけます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。